します。それだけ令和新選組が皆さん、国民の皆さんの生活を第一に考えてしっかりと、政策を実施していく成功、これが令和新選組ということになります。本日はこの小平駅南口の場所をお借りしまして、市内の労働大臣にお越しいただいての改善活動をしばらくの間ですがやらせていただきます。しばらくの間、この方の活動での演説となりますが、よろしくお願いいたします。それでは、まずです。この名前を言います。私は小平市、小平市で
皆さんが国会に少なくとも注目をし、そしてこの国会のおかしさ、歪み、そして皆さんにさらなる負担を押し付けようとしているこの状況を少しでもお伝えすることができたとすれば、私は本望だと思っている。そして今日もこれだけ多くのボランティアの仲間が駆けつけてくださり、こんな暑い中なのになんとかこの歴史が間違った方向に行かないように、そして歴史を作るのは総理ではない私たち一人なんだ、一人一人の力こそがこの国を変える力なんだということを示すためにこの場所に集まってくれました。本当に心から感謝を申し上げます。令和新選組は今そうした間違った増税、これはストップさせよう。そして今過去最高の税収国は得ているんです。70兆円超えました。だったらそれを国民に還元をして、今すぐ減税、一律の現金給付、国民生活を救えということを全国各地でデモをしながらお伝えさせていただいてます。令和新選組、衆議院議員の口々真理、そして小平市議会議員の中倉重和さんです。今日はこの場所からストップ増税、今すぐ減税、インボイス廃止、そのことを訴え演説をさせていただいているところです。ちなみにありがとうございます。皆さん今の生活の苦しさ、そりゃそうですよ、これ歴史的な物価高なんですね。昨年にもう40年ぶりの物価上昇率 3% を超えたっていうニュースが出ました。それからどうなりましたか。未だに1年近く経ってもこの物価高が 3% 以上上昇率超えてる状況が続いています。すべての品目で物価上がってるじゃないですか。そして問題はですね、その物価高に比例して給料が上がってるならいいんです。物価高に比例して皆さんの収入が増えてるならいいんですよ。だけど同じ月、先月の8月政府が出した発表だと、物価はそれだけ1年以上継続して上がってるけれども、皆さんの賃金、実質賃金は15ヶ月連続で下がっている。これが同じ月の統計です。そしてさらにコロナでまだまだ地域経済は復活していません。それどころかゼロゼロ融資といって、コロナ禍乗り越えるために借りていたお金、これを本格的に返済をしなきゃいけない、そうした時期に来ていて、それによる倒産件数8月だけでも700件以上なんですよ。そしてそもそも30年もこの国は経済成長してなくて、給料が上がらない日本だけが経済へこんでいる。そのせいでさっきも声かけていただきました、非正規雇用の人たちが2つも3つも仕事を掛け持ちして、それでもアップアップで毎月生きるのが精一杯だ、結婚なんてとてもじゃないけど夢なんだ、そんな話でしたし、そして子供の7人に1人が貧困と言われ、子供の貧困なんて起こるんですか。大人が貧困だからですよ。それほどそう言われている状況を放置している国はない。世界各国どうしているかといえば、すぐに世界中ウクライナ戦争以降同じように物価高、食料も高い、エネルギーも高い、電気代も高い、だから減税をしたり、あるいは光熱費の補助を 各個人に配ったり、あるいは電気代が一定限度来たら上限超えると国が持ってくれたり、こうした政策を各国はしてるんです。でも皆さん、日本はどうですか。一度も私たち一人一人を救う経済政策がありませんよね。だから令和新選組は、あなたが使えるお金を増やす、その経済政策をまず第一に掲げて活動しているんです。消費税廃止、最低でも減税は絶対だと、昨年から議員立法で消費税 5% 減税法案、これを提出をしています。岸田総理は一度もこれを審議しようとしていません。それどころか一部の野党も消費税減税口では言うけれども全然本気で戦ってない。
だから私たち令和新選組は戦う野党、これを復活させて、とにかく皆さんの使えるお金を増やす、皆さんのお財布の中にお金を増やして、そのための経済政策を実行して需要を増やし、そして経済を再生させ、日本供給力を増やして、この国を守るとはあなたを守ることから始まる、そのことを実行するために今日もこの場所で活動しているんです。岸田総理は言いますよ、日本を守らなきゃいけない。でも皆さん、武器をたくさん揃えれば日本が守れるんですか？日本はどういう国ですか？島国や、あるいは海洋国家、海に全部囲まれていて、そして今の物価高の原因でもある海外の輸入に食料もエネルギーも頼ってるじゃないですか。食料の自給率は 38%、 エネルギーの自給率は 10% しかないんです。だから戦争しなくても、一度不安定な関係になって海の補給路ですね、断たれてしまえば、食料は入ってこない、エネルギーも入ってこない。戦争しなくてもこの日本が戦いに負けてしまいかねない。だから絶対に戦争しないための徹底的な平和外交、これがまず必要なんです。そして食料の自給率を増やしていくこと、そしてエネルギーの自給率を増やしていく、これが真の安全保障。皆さん、そうじゃありませんか？令和新選組衆議院議員の櫛渕万里です。そして何よりも生活の安全保障なんです。皆さんが生活をしていける、皆さんの経済力、これが集まった力が真の国力、これが本来の安全保障であり、私たち令和新選組が考えるあなたを守ることから始まるということの意味なんですね。令和新選組衆議院議員の櫛渕万里です。ぜひとも今日はこの小平市の皆さんに、まずは皆さんの暮らしの底上げ、そして経済の再生こそが国内の安全保障であり、そしてこの国を守ることにつながり、食料の自給率という話をしましたけれども、餌代、そして種、これの自給率を見ると1割しかないんですよ。ですから本当に改めて、国内に雇用を増やすために製造業も必要だけど、こうした一次産業、そこにしっかり投資をして、皆さんの暮らしと命を守る、食卓を守る、そのことをまずはお訴えをし、私からの皆さんへのお話にさせていただきたいと思います。この国が向かっている方向、それは武器を増やせばあなたを守れる、そのようにお金の使い方も時代の選択も大きく間違っている。そのための増税、これは絶対にやってはいけないんです。増税ストップ、今すぐ減税、インボイス廃止、まずは暮らしを守る、そのことを重ねて申し上げ、私からの最初のお伝えといたします。ありがとうございます。令和新選組衆議院議員の櫛渕万里でございました。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。今の国の状況、どんなものかというのがよく分かったと思います。今のこの日本というのは本当に我々国民の生活に向いてないんですね。どちらかというと、先ほどもお話がありましたけれども、なぜかしら戦争ができるような国にしたいんじゃないかと疑うほどのことを今どん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 進めているのが岸田政権ということになります。まず一つ、敵基地攻撃能力を認めてしまう。敵基地攻撃能力というのは先制攻撃にも一歩間違えばなってしまうわけですよね。先制攻撃をしたら、その時点で日本は敵国情報にまだ、入っている国ですから、国連加盟国から日本は総叩きに遭うわけです。そうなってしまうと、もう日本という国自体がなくなってしまうかもしれません。ですから攻撃能力なんていう先制攻撃にもなりかねないようなことをやってはいけないんですが、岸田政権はそれを認めてしまいました。また防衛装備移転三原則、防衛装備移転三原則というものがございますけれども、これは昔の武器輸出三原則というものを安倍政権時代に名前を変えて防衛装備移転
三原則というふうに名前を変えて、いや武器の輸出じゃないんですよ、防衛装備の輸出だからいいでしょうということで、まあ、変えられてしまったものなんですね。ですから当初はこの、防衛装備移転三原則では殺傷能力のある武器とかは輸出できないんだということになっていました。ところがですね、先月でしたっけ、これも与党の話し合いの中で敵基地、殺傷能力のある武器も輸出も可能なんだという会見を出しました。ということはですよ皆さん、日本で作られた武器、殺傷能力のある武器が世界各国の罪のない子どもたちや一般人の方々を殺戮するという事態になってしまうわけです。今日本の自衛隊というのは世界各国から尊敬をされております。なぜかというと日本は憲法第9条があり平和の国だと、平和を守る国だと。そして自衛隊はその平和の下で各国に行っていろんな、インフラの整備、まあ、水道を敷いてあげたりとか道路を直したり橋を直してあげたりとかといったインフラ整備をして皆さんの各国の人々の暮らしを良くするために自衛隊の皆さんが汗水垂らして働いておられるわけです。そういったことを皆さん目の当たりにされて、あ、日本の自衛隊という人は非常に素晴らしい人たちだということで尊敬されていたわけなんです。ところが安倍政権の時代になりますけれども、日本のこの自衛隊の在り方というものが大きく変わりました。まあ、集団的自衛権の行使、まあ、これも閣議決定で決めてしまう、国会の議論なく決めてしまう、まあ、ほとんど今の岸田内閣もそうですけれども、ほとんどが国会を通してではなく閣議決定でいろんなものを決めてしまう、非常に重要な私たちの暮らし、私たちの生命を脅かすような危険なことに関しても全てが閣議決定でしてしまうという異常事態になっているわけですね。そういった中でこの国を守るにはどうしたらいいか、そういったことをしっかりと今訴えていっているのが令和新選組ということになります。皆さん、山本太郎代表の YouTube とかご覧になったことはありますでしょうか。山本太郎代表はいろんな場所に行って今の日本の現状を訴えておられます。今のこのままだったら日本は大事なことになってしまうと、皆さんの暮らしを守る、そして誰一人取り残さない社会を作っていくんだということで今全国を回って皆さんに訴えておられます。もし山本太郎代表の YouTube をご覧になったことがないという方がおられましたら、ぜひとも山本太郎代表の YouTube をご覧ください。その中に真実がございます。そして山本太郎代表の YouTube をご覧になった方々からは、皆さん今の日本の現状をしっかりと目の当たりにされて、これは大変だということで動いておられる方もおられます。令和新選組はそういった私たち国民一人一人の命、安全安心を守るために行動している、そういった政党が私たち令和新選組ということになります。ですから最初にお話ししましたけれども、与党も野党も茶番だというプラカードを掲げて、まさに国会内で一人奮闘された隣におられます牛渕真理共同代表衆議院議員ですけれども、牛渕真理共同代表も私たちの国民を守らないといけない、私たちを守らないといけないというその一途の思いからあの行動に出られたわけですね。そうでもしないと皆さんに伝わらないんですよ。あれがあのまま終わっていたら、あ、そんなもんかということになってしまうんですけれども、つまり共同代表があの報道を取っていただいたおかげで、あれ、今日本はおかしいんじゃないかという声を上げる人が少なからず出てきているわけですね。ですから私たち令和新選組は今の現状、日本がどういった現状かというものをしっかり伝えつつ、そして皆さん一人一人の生活を守るべく、生活安心安全を守るべく運動を進める、それが令和新選組ということになります。翻って岸田政権はどうなのかと言いますと、今お話したようにまずは戦争、ね、武器 その、防衛費も倍増するということも謳ってますし、先ほどの敵基地攻撃能力、あるいは防衛装備移転三原則の殺傷能力のある武器を輸出できるようにするというのもそうですけれども、
戦争ができるような国、日本が危ない国、世界からあれ日本って戦争するんではないか、ちょっと危ない国だなと思われるような状況になりつつあるのが今の岸田政権です。そして国内を見てみると、先ほどもありましたけれどもインボイスですね、来月からスタートいたしますインボイス、これは政府の方は増税ではないと言ってますけれども、明らかに増税なんですね。増税になってしまうわけです。免税事業者ありますけれども、まあ、1000万円以下の売上のところは免税事業者という形でやっておりますけれども、この免税事業者に対してはインボイスを登録しないと、その、消費税分が上乗せされるような形になってしまうわけなんですね。ですから免税事業者が免税事業者のまんまであれば、まずはその消費税分、その分が負担するということで増税になります。ではその免税事業者と取引しているところが負担をするとなるとどうなるか。そうするとそちらの方も、取引事業者の方もその免税事業者分の負担を多くなると、そちらも増税ということになります。では取引業者がそれを負担しないとなった場合には、それはどこに転嫁されるかというと、それは取引先が我々消費者に品物を売るときに、その品物に値段が転嫁されて、今度は我々消費者に増税という形になってしまうわけです。ですからいずれの立場においても、このインボイス制度というのは増税という形になるわけですね。増税だけではなく、いろんな手続き、今までやらなくてよかった処理のようなことがどんどん受けて煩雑になる、そういったことから、いわゆるフリーランスの方々ですね、個人事業主の方々は、もうこの際このインボイス制度始まったら廃業せざるを得ないという方々もかなりおられます。まあ、特にアニメなんかのイラストレーターの方なんかは特にそういう訴えをされております。アニメというと日本の唯一と言っていいほど世界に誇れる文化ではないでしょうか。そういったアニメ業界の方々が、優秀な人材がこのインボイス制度によって辞めざるを得なくなってしまう、そんなことになったら、この日本の本当に唯一の世界に誇れる文化ともいえますアニメ業界というものも、どん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 世界から取り残される形になってしまう可能性もあるわけです。ですからもう来月から始まってはしまうんですが、このインボイス制度というものは増税なんだということを皆さん頭の中に入れておいてください。まあ、私たちには関係ないよと思われているかもしれませんけれども、巡り巡って私たちの買っている商品に転嫁されるということも可能性もあるわけです。ですから決して私たち消費者には関係ない話ではなく、事業者だけの問題でなく、私たち消費者にも問題が生じることがあるということも頭に入れておいていただければいいのかなというふうに思います。ですからそういった、まあ、インボイスもそうですし、防衛予算を倍増するとか、そういった我々国民目線ではなく、どちらかというとアメリカ、米国やあるいは世界の武器輸出とかやっております、いわゆる戦闘屋というところですね、そういった武器輸出の、複合体、そういったところに目が向いているんじゃないか。国内を見渡してみると大手の、企業ですね、大手の、まあ、特に輸出中心の企業になりますけれども、そういったところにしか目が向いてないんではないかなというのが今の岸田政権ということになります。ですから私たち令和新選組は、そういったところから我々国民、私たち国民一人一人のためを思う政治に変えていかないといけない、ということで今皆さん全国を回って頑張っておられるわけです。ですからそういった皆さんもしっかりと受け止めていただいて、令和新選組がどういった政党なのか、ありがとうございます。ですから我々一人一人が今の日本の現状というものをしっかりと考えて、どういった国にしないといけないのか、どういった国にしたいのかということをしっかりと訴えていく、それを訴えるというのが皆さん選挙としてあるのが選挙です。選挙にしては皆さん一票の大きな権利を持っておられるんですね。ですからまた選挙があるか分かりません。早ければこの年末だという話もあります。さっき10月の話がありましたけども、忘れてなくなりました。
でもまだ年末あるいは来年早々という話もあります。大きく衆議院選挙ございます。政権選択の選挙ということになるわけですね。周りのお客さんとそういった選挙になるとやはり皆さん方の一票一票というものがとても大切になるわけです。あ、俺の一票なんて関係ないよ、どうせ私が一票落ちたくらいでは何も変わらないわと思う方々がおられるかもしれません。でもそれは違うんですね。皆さんのその一票一票が大きな大きな一票となってこの国を変える、この世の中を変える大きな一票になるわけです。ですから万が一ちょっといつになるか分かりませんが選挙が行われるわけですが、しっかりと選挙に行って皆さんの貴重な一票を投じてください。その一票が必ず日本を変える一票になることは間違いありません。ですからどうせ投票してもしょうがないやというふうに思っている皆さん、しっかりとそこを考えを改めて日本をどうしたらいいのかということをしっかりと考えた上で一票を投じていただければなというふうに思います。この国を変えられるのは皆さん一人一人なんですね。山本太郎代表もいらっしゃいます。皆さんが権力者なんです。皆さんの力でこの国を変えることができるんです。ですからこの国を変える手助けを私たち、令和新選組はさせていただきたいと思っております。ちょっと長々と話してしまいましたけれども、この国は皆さんの手で変えられる、皆さんの力によってこの国を変えることができるんだということをお話しして、私の演説を終わらせていただきます。ありがとうございました。